オードバッツオードバッツは、イリノイ大学が、アバディーン性能試験場の弾道研究所のために、開発した初期のコンピュータの一つである。ジョン・フォンノイマンが開発した、イアス・アーキテクチャに基づくもので、このアーキテクチャが、フォンノイマンアーキテクチャとして知られるようになった。イリノイ大学の電子技術者たちはこのデザインを最初に、実装し、オードバッツを完成させた。オードバッツは、 世界初のコンパイラが開発されたコンピュータでもある。オードバッツは1951年春からアバディーン製の王ーシ上で運用を開始した。用途はアメリカ陸軍のための弾道計算である。当時の他のコンピュータとは違い、オードバッツとエレックアイは互換性があり、双方のプログラムを交換して動作させることができた。後に、 それをコピーしたシリアクがオーストラリアで開発されている。イリノイ大学の JP ナッシュがオードバッツとその大学内の島行きエレックアイを開発した。ドナルド・ギリースはアバディーン製のオーシュでのオードバッツの動作チェックを手伝っている。オードバッツがアバディーンに移転されてからも夜間の8時間はイリノイ大学から電話回線経由で使うことができた。これは 世界で初めて定期的にリモートから使われたコンピュータと考えられる。オードバッツは2178本の真空管で構成されている。加算にかかる時間は72マイクロ秒で、乗算は732マイクロ秒であった。そのメインメモリは1024ワードの容量で、ウィリアムス管を使用していた。また、非常に珍しい非同期設計のマシンであり、 命令実行を同期させるクロックがなかった。ある命令はその前の命令が終わったのをトリガーとして実行開始されるようになっていた。オードバッツとアバディーン性能オーシ上での後継機、ブラスックは独特な16進法の数値記法を採用していた。通常、重心の10から15に当たる記号として ABCD、E 回が使われるが、ー s n j 解 L というアルファベットを使っていた。 これはテレタイプ端末の5トラックの紙テープ上の文字に対応している。オードバッツがイリノイ大学内で完成し、評価されると分解してメリーランド州のアバディーン性能試験場に送られた。シルビアン・レイとート・エイブ・タウブを含む3人の職員がメリーランド州に出向き、再組み立てと動作試験を1週間でやってのけた。組み立てと試験には1ヶ月かかると見られていた。 組み立ての進捗状況をチェックしにやってきた陸軍士官らが責任者は誰だと尋ねると彼らはあそこで宝器を持っている奴だと全てを終えて掃除していた英ブタウブを刺した。ありがとうございます。